新宿、池袋新潟線新宿、池袋新潟線新宿、池袋新潟線、東京新潟線とは、東京都渋谷区、豊島区から新潟県新潟市中央区に至る高速バス路線である。当項目では、経由地別に東京新潟線と、東京長岡、新潟線の2路線に分かれていた時期の状況及び大宮発着便についても記載する。新潟県、 県外高速バス路線図。図下部の青色及びピンク色の路線が本路線である。従来東京と新潟を結ぶ高速バス路線として、東京新潟線と東京長岡新潟線の2路線が運行されてきた。2017年11月1日に2路線を合わせた再編が行われ、東京大宮長岡新潟線として運行されるようになった。西武バスでは、 長岡、新潟線、越後交通と新潟交通では、新潟、長岡、大宮、東京線もしくは、大宮、東京線として案内が行われている。改正後のダイヤでは、再編前の路線を踏襲する形で、新宿、池袋発着と大宮発着の2系統に対別できる。2系統に共通して、佐渡木線ターミナルへの乗り入れが、 バスタ新宿発の夜行便下り1便のみになる。代わりに、一部の時間帯の便に限って、車内で配布される、乗車券で、新潟駅、モズ指定バスセンター佐渡機線ターミナル間の一般路線バスに乗車できるようになった。なお、大宮発着便は2019年9月30日、出発便をもって運行を終了した。西武バス、越後交通、 新潟交通による共同運行が行われている。新宿、池袋を発着する便は、関越自動車道の練馬インターチェンジから、北陸自動車道を経由して、日本海東北自動車道の新潟亀田インターチェンジの間を直行する。統計等は1985年10月2日に、関越道の前橋インターチェンジ、湯沢インターチェンジ間の開通によって、 全線が開通したのに伴い、同年12月10日から、西武バスと新潟交通、越後交通の三者共同によって、東京新潟線として運行を開始した。当時、東京都心と新潟県中越地方、下越地方を結ぶ交通手段としてはすでに、上越新幹線の上野駅新潟駅間が開業しており、路線開設にあたって、新潟側の2社が、 東京側の事業者各社に対し共同運行の要請を行ったものの新幹線よりも所要時間が倍以上かかる高速バスの利用は伸びないのではないかと需要に疑問を呈されるなど交渉は一時難航。最終的に共同運行先として西部バスが名乗りを上げた。しかし、運賃設定が新幹線に比べて低価格であることなどが走行して利用者の確保に 成功し、後の全国的な長距離高速バスブームの発端となるなど、高い利用率を維持し続けた。開設当初は1日に往復と本数が少なかったが、その後段階的に増便し、2006年春より1日16往復に増便され、中高便は1時間ヘッドでの運行となった。西武バスでは、新宿、池袋新潟線もしくは、新潟線、 越後交通と新潟交通では、新潟池袋、新宿線、池袋、新宿線もしくは、東京線として案内が行われてきた。2012年10月1日からは、夜行便に限り、東京側の発着地が、新宿駅、西口バスターミナルまで延伸された。なお、中行便は同日以降も池袋発着のままの運行となっていた。 2016年4月4日より新宿での発着場所がバスタ新宿に変更された。前述の再編後より新たに中高便道往復が新宿発着となるとともに週末等の多客機のみ定期増発便の運行を開始した。この定期増発便は長岡市内で一般道を経由する。大宮駅を発着する便は関越道及び 北陸道を直行せず、一部の区間で一般道を経由していた。2013年8月1日から東京長岡、新潟線として1日に往復の運行を開始した。当初は新宿から埼玉市大宮区、川越市、長岡市のそれぞれ中心部を経由して、佐渡木線ターミナルまでを結んでいた。埼玉市内から、 川越市内にかけてと長岡市内で一般道を経由するため、運行所要時間は約7時間に及んでいた。西武バスでは、新宿、大宮長岡、新潟線もしくは、長岡新潟線、越後交通と新潟交通では、新潟、長岡大宮、新宿線もしくは、大宮、新宿線として案内が行われてきた。前述の再編後より、運行区間が、 全便大宮駅西口モズ指定バスセンター間に短縮された後、2019年9月30日、出発便をもって運行を終了した。本校では以下、路線再編前の事柄に関して、西武バスでの案内に倣い、東京新潟線を新潟線、東京長岡新潟線を長岡新潟線と記載する。なお新潟側において、 越後交通の車両は三条営業所と新潟市中心部の間を北陸自動車道もしくは国道8号を経由して改装している。廃止系統の運行担当路線再編前の運行担当長岡新潟線新潟線としての開業以来4列シート車での運行を続けてきたが4列シート車は座席幅が狭いなど居住性が劣り、また運行3社の他路線では 座席が一席ごとに独立した三列シート車で運行する路線がすでに存在し利用者からも導入を求める要望が多く寄せられていた。これらを受けて運行三社では2010年12月1日から三列シート車両の導入を順次開始した。その後段階的に導入を進め2014年6月20日発車分から定期便は すべて三列シート車両で運行している。ただし、増発便については、全便四列シート車両を使用しているほか、一号車についても、車両検査等の都合上、四列シート車両で運行する場合がある。なお、全便、全号車とも化粧室を備えている。運行開始当初は、オーディオサービスやビデオの上映サービス、ホットドリンクの提供が行われ、車両には、 公衆電話を設置していたが、現在はこれらのサービスを行っていない。また、かつては、車内設備や停留所などといった、各種案内用の映像に、VHS 式ビデオを使用していたが、現行車両では、客室全部の車内案内表示器と、アナウンスによって行っている。なお、各座席には、車内設備に関する案内を記したリーフレットが常備、されている。西武バスは、 練馬ナンバー、越後交通、新潟交通は両社とも新潟ナンバー登録。三列シート車両導入の経緯便名ごとの運行担当会社は前述した路線再編前の各便ごとの運行担当を参照。2013年8月の長岡新潟線としての運行開始時より定期便に三列シート27人乗り車両を使用していた。こちらも増発便は 全便4列シート車での運行となる。なお、全便、全号車において化粧室付き車両を使用していた。新潟線では、運行開始から2013年7月31日、出発分までの間、往路乗車分と合わせて、袋乗車分を同時に予約した場合、往復分運賃を10%割引とする、往復割引制度を実施していた。なお、 この制度は後日の幅運賃制度導入によりサービスを終了した。新潟線では2011年冬から2013年春まで平日の中高便級往復を対象に運賃を割引価格で発売するサービスが年3回、通算7回実施された。この割引サービスは西武バス側では便限定割引、越後交通、新潟交通側では 期間限定割引キャンンペーンとして広報等が行われたこの便限定割引の制度を経て、2013年8月1日に実施された新潟線のダイヤ改正及び長岡新潟線の新設に合わせ、両路線には季節や運行日、便ごとに SS、SABCD の6段階に運賃を定めた運行便別運賃制度が導入された。 最高値の SS 運賃はお盆、年末年始など、再繁忙期の夜行便、S 運賃は主に繁忙期の週末の夜行便に、最安値の D 運賃は主に換算期の中行便に適用されている。ありがとうございます。